ちら鹿児島市の私立の高校と1916年創立制服のブランドがなんとコムサレモード。コムサ、コムサってモード、コムサレモード、はい、私それ聞いたことある。ブランドそして男女共学、待って本当に聞いたことある。令和3年度から総合学科が7系列から10系列に増えました。さまざまな分野の育成に充実しています。小泉純一郎元首相の父、小泉純也さんの出身校でもあり、県内屈指の進学校であり、スポーツの強豪校でもある。この高校名はどこでしょう。書けました。早いね。もうコムサデモードで分かりました。できてた、はい、でコムサデモード本当にもう覚えてるんですけど、覚えてるんだけどな。いやこれはね常識ですよ。これはね鹿児島待ってました。あ待ってました。待ってました。なんかもうそれこそ光一問正解してないじゃん、はい、正解した高校に行ってもらう。あなた方は覚えてました。覚えてました。あなたの方は覚えてました。他の高校だと行けないからさ、恥ずかしくて。いや本当そうですね、うん、行きますよ。あーちょっと待ってください。高校って感じが分かんなくなっちゃった。えらい長いな。漢字教えてやろうか。うるさいです。答え、はい、せーので、よいしょ。私学館高等高校、はいはい、私学館高等高校学校はちょっとハイスクールじゃん。結構上の学年そうね。そしてラサール高校。ラサール、おどの辺でコムサデモード、うん、ラサールでしたっけ。コムサカタカナと点でつないでるんですよ。コムサナと点、学校でこの点がつくのは僕はラサールしか知りません。コムサ、点、で、点、モード。ややこしいな。ラ、点、サール。よくわかんない。いきましょう、はい、正解はこちらで、鹿児島実業高等学校。あ、実業だ、実業。あ、思い出した思い出した。そうですよ、コムサなんですよ、コムサ。わかった、わかってた、本当は。答え出してからはしゃぐやついるよね。なんか、わかってた。実と行の間に点つけてくれないと、このコムサでモード使うなら。第6問、はい、鹿児島県立の商業高校、1903年創立、古いですね。男子の共学、鹿児島県鹿屋市にある大隅地域における商業教育の中心校として、地域に根ざし地域に引き込まれた特色ある教育活動を推進している。で、地域企業と連携して開発しておいた衣装ドレッシングは商業高校フードグランプリ過去で国際化で審査員特別賞受賞、なかなか飽きないプロジェクトという体験学習がある。これはもうね、答え書いてます。なんか名前がいいですね。脱気症の症がね、症がね、なかなか飽きない、うん、このなかなか飽きないプロジェクトでもう答え言ってます。なかなか飽きない高等高校名をもじっています。あ、でも大隅って言ったらもう限られてくるっていうのは一つね。まあそうだね、うん、もっとヒント言いましょうか。じゃあ、はい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 、欲しいです、うん。なかなか飽きないの飽きないは商業高校の商じゃないですか、うんうんうん、ってことはなかなかっていう感じが高校名にかかってるわけですよ。うーん、消してるね。消してますね。全然違ったんだろうね。お願いします、どうぞ。はい、鹿屋、はい、中央、うん、商業高等。ああなるほど。そして鹿屋、中商業高校。中漢字が違うって言ったから。正解いきましょうか。お願いします。はい、正解こちらで、ね、クシュラ商業高校。クシュラ、鹿屋入ってないじゃないですか。何や、鹿屋市だから。中だ。あ、中か、中か、クシュラ、それか。こう、いや、そういう文字り方だよ。ちょっとどうなん、そういう考え方。いや、なんかそれはなかなか、だってヒントの出し方が意地悪い。第7問、7問こちら、私立の女子校、もうここまで言ってます。1961年創立、創立者はアダレナ・カノッサさん。カトリック精神に基づく普通科の学校、そして寮がある。あ、なんだ、なんで今嘘つけたの。変なの書いてる。え、どういうこと、どういうこと。って言ってた。あー、びっくりした。カトリック聖地元福祉通貨の学校、寮がある、うん、寮では食事が提供されるが、他の人は自分でやらなければならない。校名は聖書のあなた方は世の光であるに由来。2022年4月から男女共学になる予定。これで今話題ですよ。嘘。2022年4月から男女共学になるということで話題になってます、この学校。
カトリック精神に基づく普通科の学校と。あいつだけ謎謎みたいなことして。あ、待って、あ、違うかもしれない。ちょっと待って。え、共学とか聞いちゃダメですか。いや、今女子校だよ。女子校？2020年4月から男女共学になります。あ、本当だ、本当だ。いや、これ間違ったらやばいかもしれん。ちなみにカトリック系ですが、カトリックとかは入らないです。全部漢字。え、僕2個で迷ってんですよ。うん、だからなんだろう。まあどうしよう、どっちかな。ちょっと待って、私も2個で迷ってる。え、じゃあ場所言いましょうか、町の名前。あ、それで一発で分かります。もう答え言ってるようなもんだけど、しょうがない。伊佐市です。え、ちょっと待って、これはさ、ヒント欲しいですか？もういいです。もういいです。隠れんぼしてんじゃないんだから。あー、まあ、そっか、正式だから V 入れといた方がいいのかな。はい、じゃあお二人の答えいきます。せーの、はい。伊佐、元女子高校。あれ、あれ、あれ。伊佐女子高校。あら、元がつくかつかないか。つかないか。え、これ正式名称にその元が入ってるってこと？伊佐元女子高等。いや、じゃあ今はどうなるんですか？2022年からですよ。そうです、だから今は伊佐元女子高等が。元って単純の元がですね。そう、元なんだ。これを元と読むか元と読むか、はじめとも読める。間違ったら翼さん、あれじゃないですか、アウト。まあ、合ってなければね。いきます。はい、元女子校。正解こちらで、大口名工学園。あ、私も名工学園か。名工か、名工は知ってる。知ってる、知ってます。生きれたじゃん。まあ、ここ知らなかった。早い切り替えから。継続中。何がですか。ここも正解してないの、継続中ね。え、そうですか。津田さんが今4問間違い。4問間違い出ましたね。で、津田さん救済で5問以上にしようか。よいしょ。え、ずるい、ダメです。あと何問なんだ。あと3問だから、じゃあ1回に3問中2問正解でいい。あ、本当ですか。オッケー。そしたら俺が罰ゲームするから。あ、やった。